闇金牛島くんは、日本の漫画家である、真鍋翔平による漫画。2004年から2019年まで、ビッグコミックスピリッツで不定期連載された。2010年10月より、山田孝之主演で毎日放送の制作により、テレビドラマ化され、その映画版が2012年8月25日より、公開された。 また2014年1月にはドラマの新シリーズが放送されたほか5月16日には新作映画が公開された詳細はテレビドラマの記事並びに映画の記事参照10日5割の長ーリア未金融カウカウファイナンスの経営者である牛島かるとその従業員の日常とカウカウファイナンスに訪れる客及びその関係者の様々な人間模様と社会の 闇を描いたストーリー。物語は各エピソードの中心となる人物の視点で進み、牛島はそれらの人物に接触する狂言回し的存在である。そのため牛島が全く登場しない回も多い。君とギャグマンを思わせるタイトルに反して多くのエピソードにおいて人々が救いのない状況に陥る様が描かれている。一般人が 覚醒剤に依存し廃人となってしまう。洗脳により自己決定ができない状況に陥り、殺人を犯すなど、極めて陰惨な内容が大半を占める。人が依存して、借金をする者がパチスロからソーシャルゲームになったりと、話が進むごとに時代の変遷も見えてくる。なお、君というタイトルは、当時流行した無人君。 お児童さんなどのサラキンの児童契約機のネーミングから着想を得ている。作者の真部翔平が通っていた工業高校は、いわゆるヤカラの集まりで、そこで真部はいじめを受けていた。その学生時代にヤカラを観察する能力を身につけ、またアウトローな人間には一般人にはない魅力があるため、それを表現したいという思いでこの作品を描くことになったと。 2016年10月4日放送のわざわざ言うテレビでマナベ自身が語っていたスピリッツ掲載時にある扉絵はカラーだった場合単行本収録時にはカットされサブタイトルの表記が何も描かれていないに表記されることが多くまたセンターカラー掲載に使われていた扉ページもその話が掲載されている単行本の最初の扉ページのイラストに使用されることが多い 連載初期の頃は、セリフの語尾に、べ、だべ、等の方言がついていたが、物語が進むにつれあまり使われなくなっていった。表紙は15巻までは、牛島のイラストと、掲載シーンや裏表紙の人物の体内を含む、体の一部や輪郭、服装をコラージュしたイラストが描かれていただけの表紙だったが、16巻以降は背景まで描かれるようになっている。 裏表紙は大抵、その話の中心人物、そのエピソードが、その単行本で終わらなかった場合は、次の単行本でその人物の周りにいる人物が描かれることが多い。この裏表紙も、16巻以降は、背景が描かれるようになった。2020年10月時点で、累計発行部数は1800万部を突破している。第56回小学館。 漫画賞一般無形部門受賞作品。救済が多い作品であり、一つの賞を終えるまでに途中で休むことが多々あった。2021年8月4日に本作の YouTube チャンネルが開設され、漫画動画を配信している。連載を終了した理由として、作者は闇金業者という犯罪者の視点で描く話に限界を感じていた。 突き詰めて描けば描くほど読者が離れると述べている。その後、弁護士を主人公とした9条の滞在を連載開始した。牛島カオルが経営する闇金融、カウカウファイナンスは10日5割の長房里。彼の元に訪れる客は牛島から借金をしたことをきっかけに運命が動き出す。この物語は、そんなカウカウファイナンスに訪れる客と、 その関係者の様々な人間模様、そして、社会の闇を描いたものである。奴隷くん編、債務者くんうしくん禁酒くん編、若い女くん編、バイトくん編、闇金貸りくん編、ヤンキーくん編、ゲーくん編、ギャルキたナくん編、風俗くん編、フリーターくん編、サラリーマンくん編、たかん、ヒルダニを除く、この話の登場人物の名字の由来は、 東京の地名から来ている。タクシードライバーくん出会いカフェくんスーパータクシーくんテレクラくん楽園くん闇金くんトレンディ君くんホストくん、元ホストくん生活保護くん洗脳くんへ法にエピソードは、北九州監禁殺人事件がモデルとなっている。中年会社員くんフリーエージェントくん復讐くん ヤクザくん編、逃亡者くん編、牛島くん編、エンドと書かれている最終ページの下には作者が物語の制作のため取材してきた人物たちが記名されている。以下に取材協力の文字のもとに書かれている人物の名前を表記した。本作の登場人物を主人公としたスピンオフ作品。ありがとうございます。